ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、フランブル・ザ・マウンテン・キングやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、デモ版の方をやらせていただいて動画にも残っています。ついに製品版が出ましたのでね、早速やっていきましょう。初めから、途中からもできるんですけれども、まだね、見たことない、デモ版見たことないっていう方のためにね、最初からやっていきたいと思います。そうだな。主人公はね、かなりの小人なんですけれど、妹がさらわれてしまうんですね。その妹を求めて、旅していくといったホラーゲームになりますね。途中、いろんなね、子たちが来ますけれども。Frightened by his mother's bedtime story.He searched for his sister's comfort. 妹じゃない、姉か。She was nowhere to be found. さあ。最初こんなんあったっけ？おもちゃのフィギュアですね。いや、こんなんなかったな、多分。ああ、身長ね。お姉ちゃんの方がやっぱりでかいんですね。さあ、いろいろあります。これは There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. はい。She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder.The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. And the girl was never seen again. はい。ということで、まさにお姉ちゃんの話なのかな。That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimore. Their mother had said before kissing them goodnight. なるほど。マッチは取れないのか。はい、取れないですね。多分お姉ちゃんはここから出てたんでしょう。ん、子供が一人横たたわっていて、とりあえず出ましょうかね。お、閉めたぞ。ああ、こっから出るんだ。はい。The darkness outside scared him.さあ、あ、着替え早っ早着替えでしたね、オーリー。 But not being with his sister scared him even more. なるほどね、姉のリリモールがいないっていうことの方が恐怖だ。さあ、火の元はね、しっかり消して。こっからなのかな、デモ版スタートは。どうだったっけかな、クマコの記憶ってね、ほんとね、ひどいもんで、ほぼ覚えてないっていうね。さあ、ここからですね。The nearby forest was a familiar place during the day. すごいいいですね。
グラが綺麗です。まあ暗くてもこんだけってことは明るい時もっと綺麗なんでしょうね。 There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. いやいいねこういうの。松ぼっくりがあれの運命を知ってたとしてもそれを教えることはないでしょう。これは松ぼっくりですね。噂の。お、ん？こっちで登るのか？はい。これは？お、松ぼっくり。あんま調子乗ってジャンプしてると死ぬか。あ、シカちゃん。まあ森の中に何がいるかって話ですね。とんでもねえ奴らがいるので、オーリは気をつけてね。いや本当にグラ綺麗だな。こういう系好きだわ。さあスルリと滑って何かあるの？椅子か。はい。あ、これも松ぼっくりですね。手足がついてますよ。こっちの方に、あ、はしごがありますね。あ、ツリーハウスだ。まあ兄弟の楽しむ場所だったのかな。はい。あ、マッチス。あ、なるほど。あ、出てきた。これどうやって飛んだ？落ちたぞ。なるほどな。落とすシステムなんだ。これか。さて、姉リリモールだったっけはどこに行ってしまったのか。ジャンプですね。ジャンプ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 。オッケー。お、わしわしかい。いい。お、松ぼっくりの、まあ夜の森っていうのはね、危険が潜んでますんで。なんかデモ版と全然違う気がするんだけど。デモ版って明るいとこスタートじゃなかったっけ。何か持ってるぞ、銅像が。闇の中の光、希望の印。熱い。チンチンだ。勇気のひらめき。ちょっと冷めたね。お、しまったぞ。泥棒してしまった。何だったんだろうね今の。何か能力を得たのか、それともただの宝なのか。うわ、とても綺麗。ここ登るっぽいな。この草のところは登る系だね。いやにしてもグラが綺麗。そして壮大な山というか森というか山だね。登っていきますと、ここか。歌声が聞こえるぞ。あ、姉ちゃん。お。What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully. 暑いから気をつけて。A strange rock, light as a feather. She investigated closely.
ああ、なるほどな。すごい軽さが。Let us play, little brother. Lilimore bubbled. See if you can knock down this pine cone. 当てれるかな。え、エイム？なるほどな。投げる。投げ方。投げ方っていうか押し出したね。ん？はい。任せろ。次は？うわ、そういうこと。OK。ありがとう、拍手を。OK。来いよって。え？あ、行ってしまった。おお、ナイスキャッチ。あら、大変なことだ。落ちてしまったね。二人は生きているのか。いや、こんな話なかったもんな。 Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. だいぶ急だったんだね。あ、これ自分で操作できるか。お、おう。Follow me, little brother. I will protect you.Lilimore said. なるほどね。二人で行くんだ。She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. これ、あ、こっちか。Lilimore loved adventures, and Ulle loved Lilimore. なるほどな。大好きな。あ、ちょっと待って。大好きなリリモールと一緒にいたいと。よし、はい、オッケー、ほっ、リリモール、ちょっと待てい。まあこの小人たちというかね、だいぶ小人なのか、違うな、出てきたやつがでかすぎたのか。いや、そんなことない。この木がね、この感じだから、小人なんだろうな。あ、危ないぞ。リリモール？アポル。そういう食べ方ね。あ、出た、かわいい子ちゃん。とんがりコーンね。あいつかわいいんだよな。これはなんだ、家か。郵便受け。違うね。あ、かわいこちゃんがまだいる。なんだ、ちっちゃいかわいこちゃんがいたな。妖精の、妖精たちのお話なのか。あ、向こうになんかベルみたいのがあるね。小人たちの、とんがりコーンたちの。え？大丈夫か、とんがりコーン。しゃがむ。とんがりコーン。回転。とんがりコーン、そんなとこにいたのか。早く抜け出しなさい。大丈夫かい？かわいい。前見えるかね、赤とんがり。
赤とんがり行くよ、赤とんがり。かわいい、懐いてる。ノームたちっていうんだ、ノーム。あ、種族のことね。夜は家の中で過ごすと。Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. ああ、なるほど。ハリネズミ飼ってんだ。かわいい世界観。まあしかも農作物ね、自分たちで作ってるんでしょうね。なんだこれ。これは試練の扉ですね。ただノームは開けれるのか。おじいさん、うん、これはなんか取ったぞ。鍵ってこと。あ、赤とんがりたち、ノームたちが集まってる。作戦会議か。かわいい。あ、急にかくれんぼを始めたぞ。誰が誰だかわかんないが。なるほどな。こういう楽しい遊びがあるわけか。ん？いるな？あ、いるな？そこ。あとは？あ、いるな？あとはどこだ？右の方か？あ、いるね。いいや、楽しそうだね。はい、そこもね。オッケー。あと、ニノーム。あ、いるね。ヒヒヒヒヒヒって。あと、1ノーム。あ、いた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 。オッケーオッケー。可愛らしい遊びだったな。行くぞ、みんな。あげるんだ。おお、開いたね。あら、ここでバイなら。なんて癒しの時間だったんだ。ホラーゲームとは思えない。あら、リリモール。せっかちだな。ドア閉めないでよかったのかな。あ、ノームたち。あ、なんかいる。あ、なんだ、もっと可愛いの出てきたぞ。なんだ、チンチクリーンの坊主たちが。おじいさん、彼らは誰ですか。あ、入る。これ別に、これか。おらおら。あ、こん中に入れるのか。なるほどな。4体。おい、チンチクリンたち。はいはい。あ、4体、5体ぐらいいない。よし、追い込み量ですね。オッケー。彼らは飼われてるのか。仲いいな、本当にな。君は入んなくていいのか。一緒に行くか。連れ出しちゃった連れ出した。よし、一緒に行こう。あ、
なるほど、この下には行かないんだ。わかってるね。あ、あれ、ここってさ、リリモールがもういたんだっけ。いや、まだリリモール、いや、いなかったと思うけどな。あー、違うね。あら、ついに出たか、カエルキング。ペロンチョ。臭いんや。あ、ペロンチョはよしてください。こういったね、生き物たちもたくさんいるんでしょう。よいしょよいしょ。さあ、リリモールは上行っちゃったか。だいぶ早いな。まだほのぼのゾーンですね。よいしょ、だいぶ上に連れてかれてるけど。よし、次はあの穴か。あ、ん？だいぶ勢いがある川だね。ん？ダッシュ。なるほど。ギリギリだったね。もうかなり家から遠いところに来てるんじゃないか。お、井戸だ。They were both curious in different ways, while Lilimore quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. ん？まさかオーリをここでずっと眺めてたってこと？And suddenly,あらまあ、あれ、これさっきの妖精ちゃんでは。ティンカーベルみたい。リリモールの場所知ってんのかい。よし、危ない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 。サイド。よし、ここは行けんのか。あー、でも 草があるから行けんのか。よし、ほっ、折れそう。さあ、リリモールの場所を教えてください。あ、いるじゃない。あー、2匹いるんだ。2人か。あ、来ましたね、ついに。鼻長巨人、耳長巨人。あらま、小袋に詰められましたね。これは、あ、なんか尻尾もついてるぞ、これ。なるほど、ここで川に入っちゃう。いやー、なるほど。The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon the sound of the river faded.
Ole was happy to have firm ground under his feet again. なるほどな。川に飛び込んだけど、ここで目が覚めた。ただ、リモールが連れ去られた事実は変わらないので、オーリは今から助けに行くことにすると。あれ、この植物ってさっきの子たちじゃなかった？でもいないな。なんか山の上になんかありそうな。あれ、なんか服が違う気がするけど、こんなんだったっけ。よいしょ、こっちか。あー、同じ場所ですね。遊んでた場所。ん？どういうこっちゃ。これは幻覚か。なるほど。そうだよな、川にいたのに服も違くてねっていうのは変だったもんね。いや、助けてもらったね、ファイルキングに。さぞ臭かっただろう。いや、命には代えられない。さあ、そうね、リリモール見つけて帰りたいところではあるけど、あれはトロールだったんだ。トロールの割にはなんか痩せ型だったよね。なんかトロールってもっとぽっちゃりいいのをしてるイメージだから。ん？ここは？これはあの子たちが被ってたやつだ。あ、なんかボロボロになってない？悲しい声が。赤とんがり、大丈夫か？向こうに、なんだ、トロールが行った？わかった、その鍵を渡しな。ん？これは向こうに行くには、これいけねえよね。この鍵をくれるんじゃないのか。鍵くれたのか。手前からどっか登れるとこがあるのか。あ、これか。なるほどな。あの上に何があるんだ。OK。 これなんだ、おもちゃ。これが欲しかったんだろう。大事なもんだったんだね。なんだこの可愛すぎる。しかもついてくる。よし、行くぞ。また重いのか。お、枠か。ナイス、ナイス。赤とんがり。あ、赤とんがり、ここまで。
あ、橋があるね。トロールがこっちにいるのかな。あ、なんだ、かわいい、モグラみたいな。モグラメガネか。あ、なんか明かりがあるぞ。こっち？お、たくさんいる。動いてるね。あ、こっちじゃないんだ。どうも。あら、トラバサミが置いてあるぞ。で、こっちじゃない。ああ、上か。え、トゲがある？よいしょ。ああ、なるほど。斜めに斜めに。あれ、トロールでは？いたね、奥の方に。んで？ほう。今度は下に下がるのか？はいはいはい。下はトゲトゲだらけだったのね。えい、どっかで赤とんがりがいる。ああ、いるな。あら、下に落ちてしまった。ん？これは何、動物？なんだ、トロール。よし、これは横か。横スライドで。いや、赤とんがり捕まってたな。もう完全罠みたいな感じに仕上げられてた。上か？え？穴かこれ。あ、穴か。結構暗さがあるね。さあ、赤とんがりを助けるべく。あ？トロールがいる？トロールが動物を食ってんの。かなり肉食ですね。あ、危ない。こっち？いや、いけないね。あ、ちょっと待って。肉の中をかき分けて。よし、今度は壁伝いか。いや、前半というかね、序盤のあのほのぼろから打って変わってこんな音が鳴るとはね。さあ、トロールには見つからないように。あ、結構デブッチョだな。あら、はいはい、どうすればいいんだ。あ、
見つかっちゃいまして、はい、こっちには行けないんだ。何回かやる感じだな。あ、なんだ、あ、なるほどな。目か、わかったわかった、はいはい、目に当てると、はい、メンタマッチョ、あ、壊してくれるんだな、はい、ほら、あー、そういうことか、ジャンプせんといかんのか。オッケー、理解しました。よいしょ。オッケー。よいしょ。ほい。オッケー、メンタマッチョ。あとちょっとだね。はい。ジャンプ。あば。オッケー、トロールちゃんよ、ジャンプ、結構フェイクだな、ゆっくりだね。オッケー、落ちてきましたね、メンタマッチョ。オッケー、あ、開いたぞ。じゃねえか、こっちか、あれあ、なるほど、ここか。トロールちゃんは何種類かいるんだな。ただ盗んでたやつはスマートトロールだったね、シュッとしてたから。あれがなんかボス的なやつなのか。あ、ちょっと待って、よいしょ、こっちで、よいしょ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 、はい、降りてください。で、はい、この穴から行きます。さあ、リリモールはまだまだ先かな。オラ wanted to cry. A couple of hours ago, he had been in his warm bed.いや、そうね。Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. だいぶ環境が変わったよね。あ、階段か、これ。さあ、あ、列車？あ、赤とんがり。ああ、なるほどな。待ってる赤とんがり。大丈夫だ。あ、なるほど。なるほどな。ちょっと傾斜なんだ。ちょっと待ってな。はい、赤とんがり、行くぞ、落ちるぞ。あ、そういうタイプ。よし、いて、赤とんがり、行くぞ。よいしょ。今瞬間移動したな、赤とんがりたちは。協力するんだ。
OK。 あ、トロバサミあるか、気をつけて。赤とんがり、赤とんがり、気をつけて。さあ抜けていくとまた小屋みたいのがあるね。あれはなんだ、トロール小屋か。あー、赤とんがりたちの家か。あ、嘘だろ。おい、やめたげれよ、マジで。これマジだな、許さねえこいつ。マジだなこいつ。こっちってこと？あれ、今の光当たってるんだ。なるほど。ここで隠れる。一応間に合ってるんだ。ライトがこっち行った瞬間に OK。 あ、来そうだな。さあ抜けたぞ。ドラバサミもあるな、なんか。え？あ、やっぱそうよな。あー、さあここで隠れつつ、とりあえずダッシュ、エンダッシュ、なんとか隠れて、で、ここでも隠れて、そこにトラバサミあるからここだ。で、隠れて、ここもう大丈夫か。ああ、大丈夫そうだな。微妙だな、なんか来そうな感じするけど。おー、ギリギリセーフ。なるほどな。なんとか渡ることができましたね。お、憎きトロールが来ているか。これは誰の手か分からんが。これはいつまで見てるの？いや、これどうするんだ？一気に駆け抜けるパーツか？いけるパーツんか、これ。こっち光当たってねえのか。あ、なるほどな。こんな近く。そういうことな。真下を見てなきゃいいって。いや、おもろいっすね。
ほっ。でもトロールたちもようこんな小人たちを見つけられるよな。なかなか小さいよ。よし。こっから木を渡り、下に降り、よし。んで、あれ落ちちゃったな。なんだこいつら、陽気な可愛いやつらだな。あ、ごめんよ。クッションにしちゃってる。あれ、一体気絶してないか。可愛い。なるほどな、あれもなんか神話に出てくるやつなんでしょう。こっから先は、おお、なるほど。なんだ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 。お、プチュンとやられた。上からだな。上から目線のどういうことだ。これ乗れんのか。あ、乗れる。あ、乗れるけど。はい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 、乗れるけど、このこれか、危ない、ギリギリ。これは押すのか。ダメだね。あ、今の中にあれがいた？あの、赤とんがり。ああ、ダメだ。ああ、こっち来てる間にって感じかな。なんとなく道筋は。それか、今のをやってすぐ向こうに渡る。もう無視してガンガン行っちゃおう。これは先行かせて、で、向こうに行っている時に、ごめんな、赤とんがりで登ると。犠牲が出てしまった。こっちか。よいしょ。あれ、ここじゃない。登れないもんね。これなんだ。はあ、なんだ、かわいいネズミ、口開けたネズミがいるな。ん？獲得する。ここ何かするんだろうな。とりあえず上行ってみるか。上登って、あら、登りきっちゃったぞ。あ、あー、太っちょトロールだ。なんか鍋、大鍋があるね。
あ、これはいけるんだ。これ何？なんかの臓器？なんかの動物だな。よし、このまま立って、また包丁出てきてるからなんかあるだろうな。あ、鍋の中に入るのか。あちっちだよこれ。あちっち、あいん。よし、鍋の中はあちっち。ヘリか。あら、掴まれた。鼻でっかちゃんだね。お、これはまずいのでは？ん？あ、捕まったのか。落ちる。開いた。落ちたことは多分気づいているだろうが、ん？あれは？赤とんがりたちではない。あー、落ちた時のね。あ、なんかいる。ん？あ、めっちゃやってくんじゃん。女、敵か。よいしょ。あんにゃろ。よいしょ。オッケー。オラ felt bad for the ill-treated child。 巨人がかわいそうになった。あー、メンタマッチョが。よし、あ、乗っけてくれる。あれ、これってさ、デモ版であったような気がせんでもない。石の巨人、優しいの。あら、いい話ではないか。とりあえず逃げれたっていうことでいいのかな。ただあとリリモールがどこにいるかだな。あ、これ光る小石では、あの軽いやつ。そうだね、多分ね。あれ、オーリが持ってんじゃなかったか。リリモールが持ってったんだっけ。あ、後ろにいますよ、トロールが。あら、まあ、巨人に捕まってしまった。あー、こんなしっかりとお顔見たのは初めてか。女性っぽいな。よだれだらだらで。あ、光の力が、光の力が出た。ってことはリリモールも大丈夫だったってこと。リリモールが、ん？オーリーは捕まったまま石化したのか。
なるほど、これでもう、トロールの脅威がなくなった?夜をなんとか生き抜いた。At least he had found the stone again. そして石を見つけたってことだね。And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. この先にはじゃあリリモールがいる可能性が。いや、いいですね、この朝方のね、森の綺麗なところ。あ、赤とんがりいたな今。あ、いたな、先っちょに行ってるね。いや、これ見覚えあるぞ。とんでもねえ後半だったのか、デモ版って。あれ、とんがりくんどこ行った？あー、いたいたいた、ハリネズミ坊やも。なんちゅう可愛らしい世界観。よし、行くぜ。餌で釣ってるんですね。いや、でもリリモールがな、どうなるか。はい、あ、カエルがいるね。お、逃げてった。なんだこの黒い心も癒されるような音楽とビジュアル。よし、これで一旦ハリネズミちゃんとはお別れで、あ、分かった、トンガリかな。どこだ。いた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 。ちっちゃいな。あれ、右行っちゃったけど。あ、綿毛たちを持っている。あ、また石の。なるほど、あれだ、この子たちを くしゃみさせるんだな。ヘキション、あ、乗っていいの？ありがとう。つながってるんだな、さっきのこと。お、赤とんがり。どうした？泣いてるのか。あ、じいじ。ん？どうした？行くのが面倒だったのか。しょうがねえ。かわいい子ちゃんたちが上にいるな。まだ赤ん坊のな。じゃあじいじのとこまで連れてってあげよう。これなんだ、獲得する。なんかちょいちょいあるな、実績みたいなんね。ん？こうか。
よし。上の子もバランス取ってんな。なんだこの可愛さの塊は。よし、じいじ。いろいろあったが。達者で。リリモールは、ん？なんだ急に？踊り出してるぞ。なんか嫌な音楽なのかな。踊らされてる。ああ、滑るのね。はいはいはい。おお。木の中に吸い込まれてったな。あ、石が。ああ、光になるんだ。こんなんあった気がするぞ。さて、ああ、なるほどな。これね、確かね、大変だった気がする。あ、そうか、そういうことね。ほっ。よいしょ。あー、なんかあったな。よいしょ。んで、揺れているところを行くと。雄たけびが聞こえるぞ。ほっほっ。で、下降りて一本橋。いや、いいですね。ギミックがね、面白いですわ。あ、コウモリンチョウ。ほんでだ。で、長い時間、バランス取るのか？よいしょ。壊れかけの、あー倒れてからか。調子乗りました。よいしょ。ん？あ、こっちか。うっ、で、前だな。よし、結構長くなった気がするな。こんなだったっけ。こんなんだったか。よいしょ。暴れ出しちゃってごめんよ。よいしょ。さて、暗闇は続くが、お？出れるか？あー、なんかあったな。音楽で、その、支配するじゃないけど、だから、さっきオーリーが聞いてたのは、その音楽だったんじゃねえかってことも、なんか、デモ版の時も言ってたような気がするわ。そして、支配して、なんか埋葬なのか埋めちゃってるね。あー、で、こ
これを引いているまた別のやつがいたな。スキップしちゃってるけど、オーリー、それだ、それがあのまさに進撃の巨人目型でしたね。なんか懐かしいわ。お、君たち気をつけた方がいいぞ。もうすぐ巨人来るからな。テーテがあるわ。あ、これトロールだ。石化したトロール。なるほど。ここでこの演出か。来るぞ。来た。いや、いいですね。さっきバイオに引いたやつですね。さあ追っかけてきますと、どん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 。あ、おっしゃった。よいしょよいしょ。これ絶妙になんか難しいよね。よいしょ。ほっ。あー、これまずいね。進撃の巨人来てますね。またトロールとは違う種族だね。よし、登りまして、こっからですね、登って、こいつらね、また音楽を武器にしてくるんですよね。あー、いますね。大丈夫か君たち。もう覇気みたいに出してくるんだよね。よいしょ。もう知っている。え、いや、でもまずいな。急げー。 OK、ここもちょっと待つか。ここで待ちの。OK。 あー、石ころもあったね、そういえば。あー、なるほど、そうか、石ころ回避もあったっけ。使いまして、OK。 よし、回、あ、向こうか。 OK。 OK。 石ころ回避して、おお、セーフか今。お、なくなった。あ、来たね。え、食べられちゃうんだっけ。石ころ回避。ここからはじゃあ、隠密に次ぐ隠密で逃げて、
あー、こっからですね。水に落ちた。いや、リリボールが大丈夫なのかは心配だけど、この巨人から逃げられるのか。死体。In his past life, Nakin was a simple man that loved playing his violin. But people would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Nakin fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nakin's anger finally overtook him. いじめられてたんですね。He marched into the village.Playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. もう踊らなきゃ済まないような魔の歌があったんですね。Leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nekin's melodies. ずっと動き続けるんだ。His love was not spared death either. Devastated, Nekin left the town.And lived by the lake, drowning in his sorrow. そのネッケンっていうのがあいつだってことね。Lost people with his deadly music. なるほど。なかなか、うん、話がすごいですね。そのネッケンに今オーリーは追われてると。あの曲をし、あの聞いてしまうとね、踊り狂ってしまう。今オーリーもなんか多少あれだもんな、スキップしたりねしてたもんね。もうほぼ洗脳されている。あ、え、よいしょ、洗脳されてましたね。よいしょ、お、明るくなったぞ。あ、ここは。来ましたね。さあ、ここはね、やってますんでね。オーリがここを抜けれるか。いや、まさか中盤だと思わんかったな。さあ飛び出す。見つめられる。そして落ちてしまうと。いや、確かね、ここでね、デモ版が終わったんですよね。この後の続きっていうものがね、とても気になります。あ、ネッケンはいない。あ、ネッケンがやられてるぞ。立ち上がれるか、オーリー。すごい雨だな。連打？ギリギリだな、オーリも。連打じゃなかったっすね。まあ、ネッケンはなんとかなったとして、もうリリモールはじゃあ誰にっていう話だよな。お、
あ、これはまた夢だ。幻覚だ。この橋ってでも渡ってたよね。あれか、上に行く時の道か。そうだね、上のあの広場に行く時のあの道ですね。小石はでも持ってるな。ん ?2 個目ってことか。この小石、リリモールのものと。あ、でもなんかあるぞ。徐々に彼の方に近づいてくる。暗闇に飲み込まれてしまったように感じた。あ、でも近寄ってこないな。止められる。あら、光が現れた。なんだこの甲冑いいのは。リリモールか。この光を照らすと二つの石が反応し合って何かが生まれるのか。誰だ、リリモール。ボロボロやないか、オーリー。違うな、誰だ。え、膝枕急に。どんな勇気。これなんだ、妖精か。だいぶ日が経ってるね。日が暮れてるね。あら、取られる。この子のものだったのか。この子のエネルギーなのかな。お、持たせてくれた。暗闇の中での光でした。トゥーヴァ。もう回復してる。輝きを失ってたのか、そもそも。へえ、囚われたものすべて絡め取る。Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. なるほどね。じゃあこっからはまた光を求めてリリモールを見つけに行くということなんでしょうね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回続きやっていきましょう。皆さん良き夜をお過ごしください。